愛媛県美術館で開かれている海洋堂展に、世界的な建築家、隈研吾さんが手掛けた木製のベンチが登場します。こちらが隈研吾さんがデザインしたベンチです。ヒノキの香りが広がっています。座ってみると、なんだかとっても落ち着きます。このベンチのデザインは建築家の隈研吾さん。宇和島市と高知県四万十町を結ぶ JR 予土線を盛り上げる団体の総合アドバイザーの隈さんが、ベンチを通して予土線の利用促進につなげてもらいたいと、沿線にある海洋堂ホビー館や地元企業などとタッグを組み作りました。ベンチは幅 1.8 メートルの大きさで、高知県の四万十の自然を感じてほしいと、四万十産のヒノキが使われています。川であったり山林であったり、その方に思いを馳せていただくような、そういうイメージをが湧いてくるような、ね、ベンチであったらいいかなと思っております。このベンチが利用促進、利用者の増加につなぐことができたらですね、それは私どものとしてもそれ以上の喜びはないと思います。このベンチは明日から海洋堂展の会場内に設置されます。